ン食堂高吉下野太郎のお店紹介です。今回は中華の居酒屋さんです。場所は、こちら、栃木県那須塩原市下野方 2-1044-39、ここはここに引き寿司さんがあって、飲み温泉があって、その前の駅のから来る道ですね。400号線の一番古い400号線ですね、はい、こっちが、はい、バイパスがその右の方にあって、今はさらにバイパスが出てきたんですね。でちょっとこれは居酒屋が多いんですけど、揃ってますよね、そこの中の、1軒で、店内はテーブル席と、調理場近くにちょっとだけカウンターがあります。で、あとは小上がりで、ここは足伸ばせる、掘りごたつみたいになってるんですね。掘りごたつみたいになってると、あ、私は写真ないか、まあ普通に掘りごたつになってないテーブル席とか、はい、全部で50何人入れる。あ、そんなに入れるんですか。はい、しばらく行ってないな、はい。ここ思ったよりもメニューが多いです。あの関わったら結構マニアックなのがありますよね。はい、でよく見ると、ちょっと変わった料理も多いです。はい、でラーメン類でも、まあ、醤油、塩、味噌、それから韓国ラーメンとか、セダータンカレーラーメン、あとは、土鍋麺とか、あんかけきのこ麺、牛すじピリ辛なんか、トマトラーメンとかなんかあるんですか。そうですね、トマト丸ごと単体っていうのがあります。で、まあ、つけ麺とかもありますし、ミニ丼類、あとはチャーハンもこれだけあります。あ、これ両方です、ね、チャーハン、チャウ麺、つばですね、下は。そうです。スープチャーハンとかも。あるんだ。アサリの醤油チャーハンとか。焼きそばも気になる、ね。焼きそばも多いですね。で、他にも、まあ、丼物も結構ありますし、カレーライス。で、まあ、あとサラダ、キャベツとか、キャベツのモッツァレラとかあります。まあ、多分僕の好きなお料理が出てくる。はい、おかずつまみ類とか餃子類、餃子も水餃子、焼き餃子、はいはい、辛い、食えない水餃子、揚げ餃子、でっかい焼き餃子、スープ餃子、あとニラまんじゅうとかもありますね。もうここの好きなメニューがあるんですよ。あ、何ですか。あの黒酢豚。黒酢豚。黒酢豚って言ったらいいですかね。でっかい肉の塊と玉ねぎだけの。ああ、そういうのもある。ともかくメニューが多くてまだ制覇できないです。これですね、げんこつ黒酢酢豚。そうそうそう。すごい肉の塊ですよ。はい、で、まあ、枝豆とか定番のやつとか、あとは鶏ガラとかですね。あとはなぜかパスタもあります。トマトソースとペペロンチーノで、昼はまた、あ、結構昼もいいのあるな。はい、豆腐と卵のオイスターソース、あんかけご飯、唐揚げと、そう、唐揚げも美味しいんですよね。生姜焼きの合い盛り定食、贅沢。はい、あとはトマトソースのスパゲッティとか、あとは D ランチで醤油ラーメン、または塩ラーメンとミニ生姜焼き丼、またはミニチャーハン。あ、それもいいね。はい、で、他に限定で、季節限定で、今はだと焼肉のせちゃう、なんかどっかで
はいはいはい、ありますね。エビと卵のチリソース、かきご飯。あちらもしばらく。あとは冷やしのラーメンで、冷やし黒ごま担々麺、冷やし白ごま担々麺、あと冷やし中華なんかが今出てますね。で、ここのメニューで気になったまずはトマトマンの950円で、トマト丸ごと入ってます。すごいですね。まあ今トマト美味しい季節ですからね。そうですね。スープはスープにも多分トマト使ってる感じで、その分甘いです、ね。うん、で黒ごまベースで結構ラー油があるんで甘辛い味付けでした。担々麺自体は、ね、甘辛いんですけど、はい、甘みもある。麺は、まあ、中太ですかね。しじれたこれでかくすんかあとは焼き餃子ここで450円ですね。あとサクサクチキンカツカレーライスっていうのを頼みます。チキンカツなんですね。で、スープはなんか普通のチャーハンのスープみたいなのがついてきました。カレーのスープ。で、このライスが、これだと分かりにくい。見えない。横からだと分かるんですけど、かなり盛りがいいです。波で腹いっぱいになりました。で、このメニューで気になるのがここの大盛りプラス200円っていうのとデカ盛りプラス500円っていうのが、でこれ以前食べた時に他のお客さんが食べてたのでカレーライス多分ポークカレーだと思うんですけど、はい、40センチぐらいの皿にさっきの写真と同じくらいの盛りで乗っかってました。それがデカ盛りですかね。そうデカ盛りだと思うんですけどね。しかもそれ完食してましたから、すごいな。さすがに私は食べられています。ここは、腹ペコさんやムンベイさんの方々をサポートさせていただくお店っていうことで売りにしてるんで、お腹いっぱい食べられることもできますよね。すごいですね、デカ盛り。はい、ちょっとさすがに自分で頼めなくて写真がいるのかなんですけど。で、中華居酒屋アジアン食堂高吉さん、栃木県那須塩原市下永田の21044-39、電話が 0287-38-2157 で、営業時間が昼は11時から14時半なんですけど、夜は曜日によって違います。月曜から水曜までは17時から22時ま で, で金曜日から土曜日が17時から23時ま で, で日曜日は、ちょっと時間早くなりまして、17時から21時まで。これは結構お客さんのこと考えてますよね。金曜土曜と次の日はゆっくりできるときは遅くまで行って、はい、日曜日、はい、次月曜日仕事始まるよっていう前の日は早く終わる。ありがたいですね。で木曜定休です。あ、木曜定休、はい、もう金土に向けて木曜しっかり休んでサービスしようという、ね、気持ちの表れですかね。高橋さん、李翔さんも結構行ってんじゃないかな。で、あと、あ、そうですか。前に一緒に行ったことありますね。それとは前金曜日にやった金八の焼いた親子、金八焼いたさん、焼いたのんまんま、あのんまんまは店主とお友達。あ、そうなので、何回か金八終わった後に行ったことがあります。あ、のんまんま詳しいです。美味しいです。本当美味しいお料理がいっぱいあります。はい、ありがとうございます。いや、いいですね。さっきのクジラも気になるんですけどね。ゆず畑コンサートが今回で2回目、はいはい、
って聞いてます。ゆずのナンバーをいろいろやってくださるんですかね。楽しみですね。どういうのか。ゆず畑、はい、でマグロの解体ショー、それと、クジラのお肉も売ってます。お、そのクジラの話で何回か話聞いてるんですけど、まだ行ったことなくて、なんでこんな山の中でクジラがこんなにっていう感じするんですけど、行ってみたいところですね。はい、ありがとうございます。今日は、男2人なんでこんな感じですけども、来週どんな形になるか分かりますけど、来週は一応6月の最後、6月30日になりますので、7月にこれから夏休み、夏休みに向けて、いろいろ情報を提供していけたらと思ってますので、また来週お会いしましょう。今日はちょっと早く30分程度ですから、お別れの挨拶をいつものように、ブラジル・ポルトガル語でお別れの挨拶。では皆さん、また来週お会いしましょう。チャオ。チャオ。それではまた来週。